その一番上のところに A、B と書いてありますね。これは皆さんよくお話しするプロトコールなんです。ユダヤプロトコール。いつ書かれたかというと、1801年前ですね。1897年、スイスのバーゼルで、シオニスト会議を開いたんです。しかも第1回目のシオニスト会議を持っていますと、スイスのバーゼルを開いたんです。その時に、ユダヤは、第1、何々、第2、何々、ずっと議場したんです。議定というか、議場。それ英語で言いますと、プロトコールというわけです。で、皆さんに時々お話申し上げておりますが、例えば、なんで大人が漫画見るんやと。女の人でも書店の前行って見ると、グラビアばっかりなんですよ。中見た写真ばっかりや。つまり、活字を読まなくなった。活字の本なんて売れないんですよ。なんで来なかったんや。戦前の日本人でも活字に売れてたでしょ。今もう活字なんて読まないですよ。みんなテレビなんです。扱いだ、テレビだと言うんです。このことが1897年に書かれたプロトコルに書いてあることを皆さんにご説明しました。100年前にテレビという言葉がないから彼らは視覚教育によってと書いています。つまり、絵を見るんです。絵を見なければ何も理解できない従順な動物にしてやると言ってます。つまりテレビなんです。僕言いますと、その時テレビないんです、100年前ですから。だけど彼は視覚教育によってと、だから、おぎゃーと生まれて、まだ頭が、脳が完成してない1歳から3歳の子供に、映像を見させ続けるんですよ。そしたら、大人になっても、絵がなかったら何もできないんです。絵を見なければ何も理解できない従順な動物にしてやる。そういうことを書いてあるわけです。それを知ってる人は危ないと思って、民族的にテレビを見なかったわけです。皆さんによくお話するように、さらにですね、三つのことがあったでしょ？芸能、スポーツ、クイズって書いてある。芸能とスポーツとクイズを送り続けるならば、若い人は全然政治に無関心になると書いてあるんです。だから、1990年、あの第一次安保、あるいは第二次安保の時に、日本の大学生は、あんまり政治に関心ない人でも、でも行ったんですよ。1990年そうでしょ？僕と同じ年齢の人はそうだと思います。もちろん大学1年生の時は。こんなもん、こんなことで勉強なんかできるかっていうのは、わー言ったわけです。時々大阪府警本部の前行きますと、恥ずかしい思いが出てきます。ああ、ここで雨に濡れながら、毎日でもやってたなと。恥ずかしい思い。みんな言ってたんですよ。で、まともに授業する先生に対しては、先生、国のこと思わないんですかってみんなやってたわけです。せやな、やめようってこうやる。で、今の大学生、1990年、あれ1980年になりますと、ほんま国のことは何もわからない。全然。僕は大学卒業してですね、卒業させていただいて、全然大学行かなかったんです。一回も行ったことなかった。ほんで、その大学の方からありがたいことに、今から数ヶ月前に、あんた卒業生だから、一遍大学生の後輩たちに講義をしてくれて言われたんです。ほんまに行ったことなかったんです。だから僕は30数年ぶりに卒業して行ったんですよ。ほら、変わってました。学校も美しくなって。そして2000年入る大きなホールがあって、1階と2階のホールがあるんですね。ほんで、ここでやってくださいって。大学生集まってますよ。んで、これ僕が講義してこれどうなるんですかって彼らが出たら、単位をもらえるんですよ。いっぱいや、2000人が。僕の話聞くんが単位もらう形が知らん。とにかくいっぱい集まってます。ほんで僕は、皆さんのお話してるようなことを、大学生に分かりやすく話したんです。ほると、皆さんと全く違うのは何があったら、べちゃべちゃ話してるんです。特に2階の上の方、あ、こいつらやな、単位もらうと思ってるやつだって、おくちゃべちゃ。もう僕はもうたまらんようになって。というのはもう真面目に聞いてる人いっぱいおるんですから、めちゃめちゃ喋ってるんです。その話がだんだん音が大きくなってくる。僕はちょっと柄悪かったんだけども、あんなお前らって言ったんですよ。そんな話が出ていけって言ったんです。シン。あと1時間半もうずっと、まあ何の静けさ、何の騒ぎもない中で、最初に。ほんで終わって、僕はその会場から出て行ったら、教授が来て、やがて学部長が来て、僕に何て言ったと思います？先生、よう怒ってくれはりました。ありがとうございました。どうしたんですか？いやすごいですね。先生の迫力。いや、皆さん怒らないんですか？あんなもん怒ったら授業出ないようになりますやんじゃ。ちょっとのゼミナールなんかでも怒れへん。なんか、みちゃ。先生が生徒を伺ってるんですよ。この子にどないなるやろうと思いますかな。それ一つのことですが、1960年、1970年の時は、みんな少なくとも国家とか政治とか国際とか考えたんですよ、それなりに。戦前やと思ったよ。
今の1984年、1990年の大学生は何も考えないんです。だから前言ったように、何が美味しいかとかまずいとか、ね、何を飲んだらいいか、そればっかり誰が好きになったとか嫌いになったとか。だから、そうなった原因は、プロトコルに書いてある。逆に、そうさせる原因書いてあるんです。毎日芸能とスポーツとクイズを送り続けるならば、彼は政治に全く無関心になると書いてあります。だから、テレビの、テレビ欄を見たら、芸能とスポーツとクイズ、赤鉛筆で引っ張ったら真っ赤になるんです。もう当たり前のそれ見てますが、それをやってると政治には嫌気をさすんですよ。何にもかん、そういうことは全部分かってたんです。プロトコールなんてそんな分厚い本じゃないですよ。100ページぐらいですよ。だけど、あれを読んでると全部今起きてることが書いてある。逆にそれを読むやつは、三遊大なんですよ。吊るし上げますから。そのことを30年前に訳した勇気ある人がおったんです。プロトコール日本語に。ロシア語のプロトコールを日本語に訳した人。これ長渕一郎です。僕は30年前に長渕一郎先生のユダヤ人と世界革命という本を読んで、で、後のプロトコールを読んだ時びっくりしたんです、30年前に。ほんで、失礼な話ですが、長渕一郎という先生はもう死んでると思ったんです。もう30年前ですから。裏見たら、毎日新聞副論説委員と書いてあるんです。ほんで、もっぺん言いますと、30年前にもう亡くなってると思ったんです。まだ生きてあったんです。ほんで、数回、この今年になって数回お会いして話したんです。ほんで僕は、こう言ったんです。先生、ここに書いてあったことは本当なんですかね、しょうもないこと言うて。ちょうど、キラッと僕に睨まれて、当たり前じゃねえか、君。って言っちゃう。そう、すいません。ほんで僕は、一つ言いました。先生、大阪の講演会一遍来てくれありませんか、一遍大阪で話してくれませんか。よし、大阪だけだぞ。はい、大阪だけでお願いします。また後でご説明申し上げますが、一遍ご本人に来てもらって。で、彼なんですよ、プロトコル訳した。ほんで、その先生に僕は、前田さんちょっと話したことありますが、日本の全国紙が僕の新聞広告載せなくなった。ほんだら、先生困りましたって、僕ちょっと食事しながらそう言ったんですよ。ほんだら君、初版部は何部かねって言うから僕は、はい、初版部は2万部しか出ないんですって言ったら、2万部え君のこの本は例えば、ここにある日本妖怪の、その妖怪の時はなかったけど、日本妖怪すると、え初版 2万部出るかって言うから僕、はい、そうなんですけど、結構じゃないか。こんな本2万部売れるってことは大変なことだよって言うんだよ。あの先生が書いた本は本屋に出たらすぐイスラエル大使館来て全部買い上げたんだって。だから一般の手に届かなかったんですよ。で、その中でずっと来たんです。で、その方は今70数歳ですが、今どこで仕事してるんやと言ってみたら、実はプレスセンターなんです。プレスセンター、皆さん東京の日比谷公園の横にプレスセンタービルってあるでしょ？あそこ行ったらもう半分ぐらいユダヤ人や。その中で平然と座って仕事やってはったんです。大した人間や。だから身を張ってるんですよ。そういう人が、だから影の人が、ちょっと表に先生お願いできます、できますかって言って、まあ、大阪だけだぞとおっしゃったから、まあ、それでも結構でございますからって言って、まあ、これも話しておったんです。話元に戻しますと、そのプロトコール、100年前に書かれたんですが、そういうことは全部書いてあるんです。で、見ていただいたら1897年。今年は1997年です。ちょうど100年。ちょっと今の3ページの上、これはプロトコルの一部です。A、我々が世界各国に革命を同時に勃発させ、現在の政府の無力さを決定的になった時から、我々の時代が始まる。だからそれにはまだ相当の歳月。おそらく丸、つい、一世紀を要するだろうと言ってるわけです。ちょっとめめ。このプロトコルに書いてあることが実現して、我々が世界を支配するときは、一世紀を要するだろう。今年で終わったんです。だから1998年、来年はちゃうんですよ。もっぺんすみません。我々が世界各国に革命を同時に勃発させ。これは革命とかじゃなく、暴力革命とか、そういうことばっかりなくて、今日の話、経済ですよ。もう大混乱を起こすんですよ。そして2行目。現在の政府の無力さを決定的になったとき。現在の政府の無力さが決定になったとき。嘘でしょ？今みんな橋本内閣が悪い。橋本が悪いとかいっぱい週刊誌で書いてますやん。誰が何できるんですか？何もできないでしょ。この NHK のクローズアップ現代で一言葉で日本の経済の状態を言ってた。何や？薬が効かない体質になったんです。なるほどと思ったんです。薬が効かない体質なんです、日本経済は。誰が何やってもダメなんです。これひどいことですよ。だからどうしたらええんですか？出ると思いますが、だんだん話します。とにかく。だから、この2行目、現在の政府の無力さが決定的になったとき、そうなんですよ。国松長官が撃たれた。
警察庁長官。まだ犯人検挙されないんです。山口組の匠っていう人からみんなの見てる前で撃ち殺されたんです。犯人上がらないんです。じわじわ、現在の政府の無力さが決定になったとき、我々の時代が始まるって言ってるんですよ。要するに、混乱を起こして、政府が何もできない状態を作ってやると言ってるわけです。そしたら我々の時代が始まる。4行目。だが、これにはまだ、相当の歳月。おそらく、1世紀を要するだろう。終わったんです。だから来年1998年から帰れちゃうんです。もっと具体的に言いますと、彼は2000年にして、紀元2000年で世界完成したいんです。だから、うわーって持ってきますよ、これから。だから、1997年と今年は違うなと、おそらく来年思うと思います。1年経ったら。もう全然違う時代だと思いますよ。何がさっぱり起きてるかわからない。そして、B。我々の世界支配が完成したときには、我々の一神教の他にはどんな宗教も許さないと言ってるわけです。仏教とか神道とかそんな問題なくて、これをしつけてやると言ってるんです。なんだと。ユダヤ教じゃないんです。タルムード教なんです。皆さんよく言うように。タルムードなんです。ユダヤ人だけが人間で、あとはみんなゴイム。これをお前たちに押し付けてやるんです。こう言ってるんですね。B、我々の世界支配が完成したときには、我々の一神教の他にはどんな宗教も許さないだろう。そして数行飛んで、だから我々は、すべての他の宗教を破壊しなければならない。このため一時的現象として、無神論、無宗教時代が現れるかもしれないが、それは過渡的なもので、我々の目的を妨げるものではない。皆さん、オウムのことが起きて、無宗教時代でしょ。もうみんな宗教嫌ですよ。伝統的なのはみんな受け入れてます。習慣として。宗教怖い。無宗教時代を作ってやるって言ってるんです。オウムも一緒なんですよ。ユダヤのタルムードが、俺らだけは人間で、みんなは獣や。僕先ほどイスラエルが核戦争を勃発させるって言ったでしょ。なんでそんな大それた。そうなんですよ、理性ある人は。だけど、なんでイスラエルがするんや。ネタニエフは、俺だけが人間で、みんな獣やということを信じてるだけじゃん。それを政治でやってるんですよ。皆さんの中にニューアメリカンビュー取ってくださってる方たくさんいらっしゃると思いますが、実はニューアメリカンビューの11月20日号を僕は昨日翻訳したんです。で、今日解説やってたんで、一生懸命ここに来るまでね。昨日翻訳してて僕はびっくりしました。何かと言ったら、CIA の内部情報がそこに書いてあって、CIA のですね、情報部の連中が、今のイスラエルで起きていることをずっとまとめて、クリントン大統領に提出したんです。クリントンもびっくりしました、その内容には。何やと。例えば、イスラエルの周りを取り巻いているパレスチナ人、つまり占領されている人たち。絶対土地返せんでしょ、イスラエルは。占領地を30年間支配しているのに返さないだけでなくて、何をってるの？入植地を作ってやろうって言ってるんです。他人の土地に鉄筋コンクリートの土地を作ってやろうって、もう魚でですやん。周りのアラブ諸国もカッカ来て怒ってるわけですわ。なんで人を怒らして妥協しないで、そんなことネタニエフやるんや。CIA の情報すごいですよ。ネタニエフは、周りを怒らせて、核戦争の口実を作ってるんだって書いてあります。クリントンはびっくりしたんです。皆さん今日の朝刊で、例えば日経新聞やその他ご覧になりましたか？初めてでしょ？アメリカ大統領が、イスラエル首相がアメリカを訪問したのに、会わない。今日書いてあったよ。で、その意味なんですわ。その理由は書いてない新聞にはもちろん。で、秘密情報だから。そして、ニューアメリカンビューの最後の行に、こう書いてあったんです。CIA の精神鑑定医、お医者さん、精神鑑定医、CIA の精神鑑定医が、ネタニエフについて次のように言った。彼は、シオニストの狂信者だって。だからもう、宗教的なその、だからオウムと一緒なんですよ。なんであの人たちもあんな大きなヘリコプターをロシアからこうできて、そこにサリンを作って、東京へばらまく。考えられないです。じゃ、宗教ってそんな変なことになっちゃうんですよ。同じなんです。俺らだけは特別だ。あいつらみんなゴミやとなってる人にとっては、核兵器使って周りを叩き潰すわけです。それでもう自分の敵を一掃しちゃう。信じてるんですよ、皆さん。こんな人が世界のどっかでこちょこちょと追ってくれたら、これも無視したらいいです。だからヨーロッパの人はユダヤ人っていうのはもう相手しなかったんです。だからゲットというところに入ってもらってたんですよ。しかしその人たちがどんどん力増してきて、今、ヨーロッパを支配し、アメリカを支配したんです。さっきの株のことから全面的にみんなユダヤですから。ユダヤがやってるなんてもう全然他の人も酔いませんでしょ？そこのけ、そこのけ。だから、宗教が支配してってるわけです、世界を。
こう書いてあります。3ページの、3ページのですね、2段目。そればかりか、むしろ、モーゼの宗教に耳を傾けようとする人々にとり、良い見せしめである。そして我々の教えの予言は、これ旧約聖書の意味じゃないんですよ。タルムードですよ。そして我々の教えの予言は彼らを納得させ、この宗教の深く強いことで、世界の全ての人を信じさせるだろう。次。また、我々の成功もこの教えの神秘によるものだ。こう言ってるでしょ？我らが世界を支配するのは何や？ね？戦略や政治や経済とちゃうって言うんです。宗教の力だと言ってるんです。日本には宗教なんてあんなバカな。そうなんですよ。だけど、はっきり世界支配する人たちは、我らのエネルギーは宗教だと言ってるんです。だから理性的に説明してもわかりません。